当番の使い分け、よろしくお願いします。一月十日の百当番の日を迎え、一日通信司令本部長に任命された。女優のノンさんが、百当番の適正な利用を呼びかけました。警視庁によりますと、去年一年間で、およそ百五十七万件の百当番通報があり。P. C. R. 検査はどこで受けられるのかなど、新型コロナ感染症に関する通報が。 およそ件ありました。警視庁は苦情や相談については専用ダイヤル、シャープ #9110 を利用するよう呼びかけています。